どうもです。私はですね、今コスタクルーズに乗ってね、いろいろこう日本とか巡っているわけでございますけども、やっと首都東京にやってまいりました。今はね、8時24分でございまして、晴海ふ頭ね、私自身、東京住んでたこともあるんですけど、晴海ふ頭は初めてですね。月島とか、あとお台場とか銀座とか、そういったところに近いところでございまして、ここが東京のね、クルーズの泊まったり出発したりするようなね、ターミナルだと思われます。前回の MSC クルーズはね、もっとでかくてね、なんかレインボーブリッジは通れないみたいな話だったんで、横浜だったんですけども、ここはね、今回乗ってるコスタクルーズに関しては、MSC のお客さんは2分の1ぐらいしか乗せれない船の大きさとなっているので、多分東京でも逆に止めることができたのかなというふうに思ったりしました。今日は日曜日の東京ということもあってか、ちょっと落ち着いている雰囲気でございまして、鹿児島からやってきましたので、おーって感じですね。外に出ることもできるはずなんですけども、15時までここに戻ってきてまた出発と、結構せわしないんですよね。だからそんなにがっつり観光はしないんですけども、今日の東京のね、ここら辺の晴海ふ頭ら辺の様子と、明日神戸まで行って神戸で下船する予定でございますので、そこまでの様子をこの動画でお届けしようと思っております。というわけで、こんなこともしてられないので早速なんですけど、外に出てみたいと思います。窓がこんな風になってるんだ。これがバルコニーがないタイプの部屋ですね。なんか開放感があって、これも悪くなさそう。内側きついと思いますけど、内側窓ない一番安いタイプなんですけどね。横の部屋がもうこんな感じのバルコニーじゃない窓の部屋でした。それでもう東京で降りるお客さんっていうのもね、結構いたので、それでもうね、チェックアウト状態みたいな感じ、静けさがかなりありますね。今日もなんかお客さんがやっぱり新たに東京で乗るようでして、また1週間とかね、多分旅行されるんでしょうね。マンションだ。というわけで、ここもたくさんマンションが建ってていいですね。すぐフェリーターミナルで、ちょっと今日は見えづらいんですけど、はい、コスタクルーズです。ターミナル方にやってまいりました。一応税関抜けまして、パスポートの確認もありました。東京で降りるお客さんは荷物ここでピックアップして、もう解散という形になりますので、私はまだもう少し旅は神戸まで続きますので、それでこんな風に無料シャトルバスもありましてね、これがどこで負担してるか分かんないんですけども、東京駅に行くこともできますので、私はてっきりこうそういったのはなくて、鹿児島ではね、もう自力で頑張ってみたいな感じだったんですけど、こういうのあるのはいいですね。だからここのターミナルも決して古いっていうことはなくて、結構ね、いろんなお客さんをたくさん乗せてね、クルーズで滞在訪れた人もたくさんいるんじゃないかなというふうに思いますね。会場まで、いや道が1本2本しかないんですよ。おお、そうなんですね、混みそうですね、なんかね。多分もうこれ本当選手も遅刻するんじゃないですか。いや、すごい量ですね、でも本当に選手村終わったら売り出すんでしょうけどね。公営住宅かな。はいはいはい、築地は古いところですね、銀座に近い方で、もうぶっ壊されてて、ちょっとショックだったんですけども、はい、でもここの方が日曜でも食べれるかなって思ったんで、でもやっぱり人も多いんで、外国人もね、こっちにして正解でした。豊洲の方は多分ほとんど閉まってたと思います、店はね。では、朝ごはんいただきます。それ、これ、めくりゃくね、めくりゃくね。銀座まで来ましたけどね、いろいろこうスターバックスとかも寄って、ちょっと早めにもう船に戻ろうかなっていうふうに思ってます。東京はまた来れるので、
んな感じでコスタは結構行き来してるみたいですね。クルーズ中入ります。やっぱりこう港を転々として分かったことが、クルーズのスタッフもこうの最大のおもてなしは港に最強の Wi-Fi を置くことみたいな、そんなことがあのチェジュ島とか鹿児島とか東京で伺いました。どこ もう本当に誰でもすぐ使える Wi-Fi っていうのは用意してまして、まあ、スピードもどれも速いです。クルーズの人たちもネットをしたいようです。このタイミングでもうみんなスマホを触ってますね。私も結構このタイミングでこう YouTube の動画とかアップしたりしてますので、すごいその気持ちはよく分かりましたね。今日からねまたここでしばらく生活をするという人たちがどんどんやってきて、なんかこういろいろね船探検したりしてるので、なんかあれですね、初々しく感じになったり、ちょっと僕が先輩気分になったりしますね。一斉にスタートして降りる船もあれば、こういう風にね常に入れ替わるのもあるので、まあ、どっちかいいかは人次第かもしれないですけど、まあ、個人的にはもう全員一緒のところスタートでゴールも一緒っていう方がね、まあ、こう話とかもあのね船内とか話しても話が合うので、そっちの方がいいのかなとか思ったりもいたしますね。はい、というわけで部屋に戻ってまいりました。船動き始めました。まあ、東京自体はねあの今まで、ね、定期的に今も来ておりますし、もう羽田空港、東京駅、品川駅とかね、そういったところが、まあ、私にとっての東京の玄関口になってたんですけども、こうやってね晴海ふ頭こちらの方にね行って去るみたいな、そういったのはちょっと初めてだったんで、それもそれで面白かったですね。多分これは東京にお住まいの人でもあんまり知らないことでしょうし、クルーズ船とか乗るとそういったところから外国人の方がね来てたりとか、そういったことがあるようですよ。レインボーブリッジ、これギリギリ通るあのね高さですね、この船が。だこれ以上になるともうレインボーブリッジがね通れなくなるということもありまして、晴海ふ頭にはもう船を止めることができないんですよね。それで新しくね東京にもターミナルをねレインボーブリッジより手前に作ってるっていうふうに話を聞いてるんですけども、合ってますかね。それで今現状としては横浜とかねあの MSC クルーズとか、多分プリンセスクルーズとかも大きい船となりますので、横浜とかに泊まってるとは思うんですけども、それで今あの前に船があると思いますが、あちらでまあこう誘導してもらって港、まあ、太平洋の方に出るというわけでございます。奥には NYK ラインというふうにねあれがありました。この景色東京に住んでてもねあんまり見ない角度だと思いますのでね、ぜひともね東京のお住まいの方もこんな感じなんだってみたいなクルーズからの目線となるとねちょっと楽しんでいただければと思うんですけども、今東京を去ったというねあの感じとなります。フジテレビの横にはヒルトンホテル、あそこのヒルトンホテルあんな風になってるんですね。あちらも一度泊まってみたいですね。海は非常に汚いですね。まあ、これはね単純に東京の海が汚いのか、それともなんか潮の関係とかで汚いのかわかんないですけど、とりあえず色はかなり茶色っぽいですね。これからなんですけど、有料レストラン、今回の船で一番いいミシュラン2つ星って書いてたんですけどね、なんかシェフはね6つ星とかね、そういったレストラン持ってて、ここは2つ星とか言って6つ星って聞いたことないですけど、ミシュランの3つ星までと思ったんですけど、ちょっとよくわかんないんですけどね、1人60ドルぐらいで食べれるということなんで、それを食べない方はねあの手はないということで、事前に予約しておりましたので食べに行きたいと思います。はい、ここの笠の場というところはミシュラン2つ星らしいです。ちょっと信じがたいですけど、初めてここ来ますね。楽しみです。でもサラブレッド、じゃあ一品目チーズかな、ヨーグルトっぽいチーズ、レベル高いです。これが船の中で食べれるとは正直どう表現したらいいか分かんないんですけど、高級レストランですよ、ミシュラン2つ、納得です。ソースクワカビアリです。あ、エビの刺身です。でもニュージーランドからの感覚、エビということで、エビを想像してたらエビではないようなエビが来ましたね。ゼリーなエビ、うん、確かに味はエビ、見えないこれこれ。でも今僕らやお客さんいないんで、それはめっちゃ贅沢ですね。パンとかもやっぱあったかくてビュッフェのやつとは違いますし、雰囲気はとてもいいですね。贅沢独占できてるわけですか。ケーブルシンプルクです。はい、ステーキみたい、これはうまいぞ、ほんとステーキみたい、うん、
まい。ピサローも高い。カニのパスタ。パスタなんだね。私もよくわかります。パンも美味しいです。ちょうど今横須賀あたりを行って、陸も見えて、携帯の電波も入るっていうところですね。お客さん相変わらず来ませんね。オイスターブレッドかブラサタとマッシュポテトです。私は牛肉で、妻は豚肉。チーズ。もうお腹いっぱいになってきましたね。デザート。ティラミスとマカロンみたいなやつ。セット。美味しそうです。なんか最後にね、なりまして、後ろでミュージシャンの方が来て、他のお客さんもやっと一組が来たって感じで、まあ二組いるわけですよ、私たち含めて。そのために生演奏と。すごいですね。でも多分僕たちは5時半に来たんで、ちょっと早すぎたかもしれないです。食べ終える前に始まってほしいですけど。はい、ティラミス。うまい。で、マカロン。夕食は食べ終えました。いや本当に美味しくて、特に人が少なかったのが良かったですね。それで、まあ、無料の、ね、夕食会場だと、ね、ああいったなんか眺めのいいところで食べることっていうのはできないですけども、生演奏はね、残念ながらね、機材の調子があまり良くてなくて、ほとんど聞くことはできなかったですけど、まあそういったのもね、あるって考えると120ドルぐらいはかかりましたけれども、まあラストのまあね、食事でとても良かったんじゃないかなというふうに思うんで、まあ皆さんもクルーズね、乗られるのであれば、ぜひとも1回は有料のレストランね、使ってみてはどうかなというふうに思っております。クルーズの有料のレストランそこまで高くないです。今回はまあでもミシュランも本当に2つなのかなっていうのは若干怪しいですけど、まあ船の上なんでね、多少は甘かったりするんでしょうか。そこら辺はね、ちょっとね、わかんないんですけど、それで一応今回ジャケット着ててね、フォーマルデイみたいなクルーズによってあるんですけども、私は今回のコスタクルーズでは、なんか特にフォーマルで、この日はいてくださいみたいな感じの日はなかったですね、一週間滞在して。あると思ってたんですけども、それでね、プリンセスクルーズに関しては、もう本当にフォーマルデイです、みたいな感じで、アナウンスされてて、まあ、普通のね、格好だとパブリックなところに出てはいけないですよみたいなところもあって、そのためになんか持ってきたんですけど、結局今回はまあカジュアル系のクルーズだということなのか、そういったのは特にはなかったですね、うん、でもまあジャケットは持ってきた方がいいと思います。レストランとか行くときはね、持ってきて僕も良かったです。ちょっと言い忘れてたんですけど、マグネットね、ずっと貼ってたんですけど、今日ね、なぜか、ね、誰か盗まれたんですよね。そう、部屋戻ってきたら、あれマグネットないじゃんみたいな感じで置いてたんですけど、取られやすいものはなんか置かない方がいいかもしれないですね。まあ誰が取ったか分かんないんですけども、もしかしたら落としちゃって、まあゴミになったかもしれないんですけども、わかんないんですけども、はい。だからスカーフとかなんかちょっとなんか盗まれないようなもの、目印みたいな、シールとかでもいいと思います。そういったのがいいかもしれないですね。はい、というわけでね、まあこんな感じでラストということで、まあ今日は久々に夜でお腹いっぱいになりまして、体重がちょっと不安ですけども、まあでもいい思い出になりました。明日もうこの船を出るということもありまして、まあ、収納が便利だって言ったんですけど、すごい楽だったんですけども、その分まあね、パッキングっていうのかなり大変で、今妻とやってると言いつつ、妻ばっかりやってるので妻の機嫌が悪いので、一緒に今からやろうと思います。こんな風に廊下に出してて、今夜回収して明日の朝はなくなってて、もう外で荷物を受け取るって感じになります。はい、ちょっと寂しいですね。なんか終わりが見えてきて、というわけで無事起きました。ではこれから寝ます。23時44分ということで、まあぼちぼち寝る時間かなっていうふうに思います。いや本当にね、東京離れて明日ね、もうこの生活終わるのかっていうのはちょっと寂しいんですけれども、って言っても明日3時神戸港に着いて解散となりますので、それまで結構時間があるので余裕はあるんですけれども、今日も東京ね、楽しく滞在して、まあ、船の中でもね、ジム行ったりしてたんですよね、今日もね、うん、それでやっぱりこう、先ほども多分言ったと思うんですけども、初日組がいるので、ね、やっぱりこう、なんかステージとか行っても、結構いろんなお客さんがいて盛り上がってましたね。まあ、だからちょっとね、これも言いましたけども、なんかこっちかすると、ああ、そっかそっか、まだ慣れてないんだな、みたいな感じで思っちゃったりも、しちゃったりしますね。はい、というわけでそんなことはどうでもよくて、今から寝たいと思います。ではおやすみなさい。
はようございます。今日朝今ね9時でございまして、もう神戸間もなくしたら、ね、なんか到着です。和歌山らへんということで入っていってる感じですね。このね油津っていうところに行ってクルージングで釜山という風なルートをたどるらしいですね。うん、大分県だったのかな、そうここら辺に行ってっていう感じで、私と鹿児島さんはちょっと微妙にずらして、でもそれだけね、いろいろ港って日本ってあるんですよね。まあ島国は当然と思うんですけど、まあ普段あんまりこう飛行機とかね、電車バスとか、そういったものを使ってるとなかなか気づかないことですけども、まあそういったので、まあね、日本にいろいろこう輸入されたりとかもされてるんでしょうね。というわけで、ちょっと風の音が微妙に聞こえるこの部屋ですけれども、まあここの部屋とも今日でお別れということで、今日もルームサービスをちょっと見ましたので、こちらを食べたいと思います。はい、それでは間もなくしたチェックアウトということでね、精算の紙が事前にクレジットカードを初日に登録してたやつに、まあ、請求されるという形なんですけれども、468ドルということで、まあ、昨日のね、職人会社135ドル、まあ、使ってたわけですけれども、それ以外にも結構使ってた、まあ、ドリンクとかね、そういったものも、まあ、ちょこちょこ飲んでたりしてましたのですけども、正直、思った以上にかかっておりました。このね、ホテルサービスチャージっていうのも実は取られておりまして、まあ、いろいろね、規約には書いてたんでしょうね。本体価格以外にこういった、まあ、チップみたいなやつですね、が、まあ、請求されておりまして、これが200ドルということで、まあ、実質的に使ったんじゃ270ドルぐらいかな。うん、それぐらいになりますけれども、まあ、これがね、1週間で多いか少ないかちょっとわかんないんですけども、もちろんいっぱい使ってる人もいると思いますし、まあ、全く使ってないっていう人も一方でいるでしょうね。まあ、これは多分個人の差でかなり出てくると思うんですけども、まあ、個人的にはせっかくなんで、ドリンクとかも激高ってほどではないので、まあ、食事とかも、まあね、たまには使ってもいいんじゃないかなっていう風な感じで、まあ、これぐらいの金額になりました。ではもう12時間近になりますので、部屋を去りたいと思います。ちなみにコンセントなんですが、今回イタリア系の船ということでね、基本的には C タイプですね。日本では馴染みの変換アダプターが必要なやつが、ここのね、部屋にいくつか、まあ、ついておりましたので、まあ、もし船に乗ることがあれば、変換アダプターもね、持ってきた方がいいですね。日本国内のクルーズとかでもあってもね。で、一応、日本の、まあ、コンセントにも対応しているものもありますけども、少ないんでね、延長ケーブルとかそういったのも持ってきた方がいいと思います。今回延長ケーブル持ってきたんですけど、大正解でした。今からこちらの部屋を出ます。いやー、一週間ここに住んでたわけですからね。もう陸も見えてますけど、ちょっと寂しいって感じはしますけど、まあまたね、いつかは戻っていきたいと思いますね。はい。では今からね、出ます。3時までは、パブリックエリアで3時間ぐらいなんですけども、まあそこでなんかブラブラしといてねって感じなんですけど、まあ座るところとかいっぱいありますのでね、まあ、大丈夫と思います。パソコン作業でもしていこうかと思っております。本当に今から船出るって感じで、3時とかなんですけども、神戸に到着いたしました。ポートライナーもありますし、奥には、ね、ポートタワーもありますし、神戸の山も見ることができまして、私のまあ地元でありますけれどもね、はい、こちら出発地の神戸に1週間かけて到着いたしました。お客様にご案内いたします。ただいまお荷物のタグの色、水色、茶色、どちらも下船可能となっております。集合時間よりは早いですが、皆様のお荷物すべて準備が整っており、ただいま下船可能となっております。この船ともお別れです。無事税関も通り抜けて、面白いですよね。今東京から今回来たんですけども、税関のチェックはさせられるんですよ。まあパスポートもそこで提示という形になりまして、でも入国管理局の人はいなくて、まあ、税関だけっていう特殊ななんか、ね、流れになってまして、飛行機とかでやったと全然そういったことはないのでね、なんかクルーズっていうのはなんか複雑なね、こういろいろルールがあるんだと思います。というわけで、まあ、今回ね、G20 の間近ということもありまして、お荷物検査もバッチリさせられましたね。いやでもね、周りでされても僕だけだったんですけど、僕あんま、ね、意外とされないんですけど、今回もバッチリさせられましたね。まあ、別に何も入ってないんで大丈夫なんですけども。というわけで、まあ、長い長いクルーズの生活も終わりました。まあ、乗ってみればね、まあ、皆さん多分言ってると思うんですけど、あっという間で、まあ、本当にね、1週間で言うと結構ね、おお1週間かっていうふうに思うかもしれないですけども、ホテルに1週間滞在するような形ですね。
ね、決して移動とは思わない方がいいですね。まあ、それ今回の、まあ、コスタクルーズなんですけれども、まあ、あの前回乗ったプリンセスクルーズとか MSC とかね、そういった船とは違ってちょっとちっちゃいものとなっておりました。劇場とかないタイプだったんでね、できればでかい方が良かったかなっていうふうに思うんですけども、まあ、それでも一泊ね、まあ、1万円ちょっとぐらいでね、まあ、滞在することができて、それで、まあ、カジノとかね、あのビュッフェの食べ放題ですし、まあ、そういったね本当にあのなかなか正しい滞在をね送ることができましたので、ぜひともまあ検討の皆さんね、あの利用してみてはどうでしょうか。値段が安ければいいんじゃないですかね。また他にもね、先ほど言った通りプリンセスクルーズか MSC とかね、いっぱいあのクルーズっていうのはありまして、特に売れてないやつっていうのは直前になるとね、バナナ叩き売りみたいなね値段で売られることもあります。どっちかというとフレキシブルに動ける人はそれを狙った方がいいのかなというふうに思いますし、まあ、どうしてもこうカレンダー通りねしか休めないっていう人もいるのであれば、まあ、ちょっと高いんですけども、ゴールデンウィーク合わせたねプランとかもそういったものもありますので、ぜひともね一度クルーズね、あの旅行好きの人は乗ってみてほしいですね。本当にクルーズ自体はおすすめでございます。まあ、こんな感じでちょっとね長くなりましたけど、動画あの終わりたいと思います。またね好評であれば他のクルーズとかね、また定期的に乗っていきたいなというふうに思ってますので、なんか皆さんリクエストとかあればぜひとも教えていただければと思います。まあ、この動画面白かった、役に立ったって人はぜひとも高評価、チャンネル登録お願いします。またツイッター、インスタグラム、ブログやってます。フォローとチェックしていただければ非常に嬉しいです。いやー、また明日からね日常が待ってるんですけども、なんかちょっと不思議な感覚ですね。まあ、というわけでお疲れさんでした。それでは。